アンドリュー・フィールディング・ハックスリーは、ロンドン出身のイギリスの生理学者で、生物物理学者。中枢神経系の調節に応じて、各機関が動くために必要な、神経細胞の活動電位の研究により、アランロイド・ホジキンと共に1963年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。1963年には、シナプスの研究者のジョン・シー・エックルスも、 同賞を受賞している。ホジキンとハクスリーは、イオンチャネル仮説を打ち立てたが、この仮説はわずか10年後に検証された。ハクスリーは、作家で編集者のレオナルド・ハクスリーと、5歳のロザリンド・ブルースの息子として生まれた。イボ兄弟には、作家のオルダス・ハクスリーや、生物学者のジュリアン・ハクスリーがおり、父方の祖父には、生物学者のトマス・ヘンリー・ハクスリーがいる。 1947年、彼は遺伝学者、マイケル・ピーズを父に、男爵ジョサイア・ウェッジ・ウッドの娘の、ヘレン・ボーエン・ウェッジ・ウッドを母に持つ、ジョセリン・リチェンダ・ガンメル・ピーズと結婚した。夫妻は一男五女を設けた。ハクスリーは1955年3月17日に、ロンドン王立協会フェローに選ばれ、 1980年から1985年まで会長を務めた。同協会から1967年にクルーニアンメダル、1973年にコプリメダルを受賞。1974年11月12日にはエリザベス2世からナイトに除され、1983年11月11日にはメリット勲章を受訓した。 イオンチャネル仮説を証明するために活動電位を測る実験でボルテージクランプと呼ばれる電気生理学的な技術が初めて用いられた。この実験に使われたもう一つの大きな要素は大西洋以下の巨大な軸索であり、これによって通常は扱えないほど小さな神経繊維の電流を記録することができた。この実験は1935年に ケンブリッジ大学でカエルの座骨神経を使って始められ、第二次世界大戦による中断を挟みながら1940年代まで続けられた。戦後、ホジキンとハクスリーは1952年に理論を発表した。この論文の中は、世界で初めて生科学分野でコンピュータを使用したモデルの一つとなり、今後40年間の神経生物学のモデルの基礎となった。 彼は、ケンブリッジ大学で1960年まで勤め、その後ユニバーシティカレッジロンドンの生理学部門の長となった。1969年には、王立協会付きの教授となり、ケンブリッジ大学トリニティカレッジのフェローとして、生理学や医学を教えた。アンドリューは20世紀で最も偉大な数理、生物学者であったとも言われている。彼は、ホジキンとの研究の中で、 彼は神経インパルスに活動電位としての数学的な説明を与える一連の微分方程式を確立した。この仕事は動物の神経系の理解に不可欠な電位依存性膜チャンネルの研究の基礎となっている。他にも彼は骨格筋の収縮の際にアクチンマイナスミオシンセン以上でミオシンがスライドする。 原動力となるミオシンの架橋の様子を数学的に記述する方程式も考案した。この方程式は筋肉の収縮に関して全く新しいパラダイムを提供し、これによって細菌以上のあらゆる細胞の運動に関する理解が可能となった。ありがとうございます。